バスケトークラジオ、はい、第164回目、バスケトークラジオを始めたいと思います。本日もお送りするのは、キリが本当に就職しているのか疑い始めている岸です。ようやくバストラ T シャツを着ることができました、佐野です。はい、あと就職ちゃんとしてますよ、キリです。お疲れ様です。皆さんこんばんは。こんばんは。今日はね、お集まりいただいたのは、なんと、今は飛ぶ鳥落とす勢いで頑張ってはる佐野雄星選手、まあ、兵庫県の、ね、中学のバスケット選手ならみんな知ってると思いますけれども、そのお父さん佐野さん、私の先輩、私とキリの先輩でもある佐野さん来ていただいて、ゲストにお迎えして今日はお話し進めていきます。皆さんよろしくお願いします。お願いします。さてさて、今日は何から話しましょうか。巷では今兵庫県のローカルの辺からいきましょうか、はい。神戸市ではですね、中学校の総体予選が発表になりまして、はい、でそろそろ暑くなってきてることなん頃なんですけれども、この神戸市中学総体予選が発表になったところで、今区大会やってるんですよね。そうですね。あれって佐野さん、区大会は神戸市中学校の総体とつながってるんですよね。あれ予選になってるんですよね。いや、予選じゃなくて、あ、まあ、普通だったら、まあ、神戸市総体で、今回名前上がってるのも区総体ってなってるんで、まあ、普通聞いたらこう神戸市総体の予選でやってるのかなっていう感じなんですけど、僕そう思ってました、うん、これが全く違うくて、はい、もう区総体がそうした結果が出てから神戸市総体の、はい、抽選が発表されるのかってなると、もう神戸市の抽選はもう決まってまして。あ、そうなんですか、うん、で今回この区総体ってやってるのは、全部終わってから、もう総体も何もかも終わってから、港の大会っていうのが神戸市でありまして、はいはいはい、それの予選になってます。で各区で、まあ、多分今週来週に分けて、各区で今その予選をやってて、はい、1位のチームだけがその港の大会っていうのに出れるような感じの予選になってますね。なるほど、はい、港の大会は神戸市代表が1校と1校で、あとは尼崎の方とか、阪神地区ですね。阪神、あ、いや、じゃなくて神戸市の港の大会になるんで、あ、そっか、今だから空で全部やってるんで、だからうちで言ったら西区であったりとか、たるみ区の各空の1位だけが集まって最後やる大会、はいはい、なるほど、別に招待するわけじゃなくて、そうです、そうです、そうです、なるほど、はい、そういうことやったんですね。でそれとは全然別に神戸市中学校の総体、そうですね、それはもう最後の夏の大会で全中まで、なるほど、それで、はい、神戸市の総体予選の組み合わせが発表の先になってると、はい、区の予選待つ前にね、はい、なるほど、そういうことですか。で新人戦は、ベスト16までが県大会に出れてたんですけど、はい、今回の最後の夏の総体は、はい、この神戸市の総体で2位まで、はい、2位までが今度近畿大会、県大会の、あ、ごめんなさい、県大会に出て、県大会で、3位までかな、はい、3位までが今度近畿大会に出れて、はい、その近畿大会の予選を勝ち抜いてようやく全中に出れるような。予選は3位まで、近畿の、近畿の予選が3位までですね。そうですね、はい、で県3位で上に上がって近畿、近畿3位が、あ、ごめんなさい、県2位までやったことあります。県2位までで、ようやく近畿大会に出て、近畿で3位までが、全中に、ね、行くと、はい、今年は全中沖縄ですから、ね、ああ出たいね、沖縄は、いいですね、演奏礼って感じだね、羨ましいな。なるほどなるほど、はい、なかなか狭きもんですよね。ねえ、うん、でその狭き門の一番初段階といいますか、はい、神戸市の総体予選が発表になってるんで、はい、ちょっと見てみましょうか。はい、はい、出てきましたよ。はいはい、佐野雄星君がいる大三寺中学校、はい、神戸市では第1シード、第2シードが本山南、第3が垂水東の、第4が高所、はい、これこの前の顔ぶれですよね。そうです、期間は6月の8日9日から、はい、最後は中央体育館で決勝、これまた決勝リーグなんで、あ、リーグベスト4から、ベスト4から総当たりになるので、はい、まあまあ今年のね、高校のインターハイ予選もそうでしたけど、やっぱり決勝リーグの怖さがあるので、なるほど、油断ができない戦いになると思います。お、決勝はいつなんですか。決勝の日にちは、あ、これですね、16日か、はい、いや16日に、あ、ほんならこれ、え、ちょっと待って、どうやってリーグってことは3試合するでしょ、16日、多分15日の日に1個するんか、
決勝リーグの一発目があるんです、ね、はい、そういうことですね。で16日に残りの2試合ダブルってことで、はい、中学生はまだダブルなんですね。はい、自信のほどは、まあ、どうなんでしょう。一応まあ神戸市新人戦とこの間、はい、市民大会、まあ、2つ続けて優勝してるんで、ここはやっぱり最後、はい、ね、どうしても1位取ってやっぱり県大会、そうですね、一番大事なところですね、行きたいですよね。決勝は、この前はどこやったんですか。高勝でしたっけ。高勝はずんぐりむっくりした。この中ではだから決勝リーグではなくってトーナメントでした、ね、トーナメントだったんで、準決で高勝、そうで決勝が本山南、はい、そうですね。あの高勝の何番でしたっけ、あの男気強い子、4番の子でしょ。4番の子ですね、はい、そう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 、あの出てくるでしょうね。あの子もリーダーシップがね強いですからね。えやっぱり、まあ、体格が大きいから、まあ、パッと見センターなのかなと思いきや、ボール運んできて外からのスリーポイントも打ちますし、打ちますし、ね、結構器用な子なんでね、まあ、そこをどう止めるかっていうところが一番課題にはなると思いますけど、他の子も割と大きい子が多いんで、まあ、大三寺でいうとやっぱりセンターが弱いんでね、リバウンドがきっちり取れないと、そうですね、うん、なかなか苦戦するんじゃないかなとは思います。ちなみに前回は、本山南との決勝はどれぐらいの得点差。決して本山南はた多分10点か15点ぐらいは空いてたと思いますけどね。決勝はなんかないですか、佐野さん大丈夫ですか。あとまあまあそうですね、まあ、シードでいくとやっぱその第3次第2シードの本山南、はい、で垂水東、はい、で高勝なんですけど、はい、まあそれまでにまた言うてもその4つがそしたら絶対硬いのかっていうと、はい、あともう一つ面白いのがね、どこどこ、このブロックの高勝のブロックですね、はい、高勝のブロックの中シードになるのかな、はい、この上が、はい、そこが広陵、広陵、うん、ここが、練習試合やったりとかすると高勝が負けたりとかもしてるみたいなんで、ああ面白いじゃないですか。まあ、まあ高校もそうですし中学校もそうですけど、まあまあ前の大会の結果だけでいくとこっちかなってなるけど、実際やっぱり中学生ももちろんその時の調子やったりとかね、相性であったりとかっていうのもあるんで、この辺の広陵高勝の試合はどっちが上がってくるか、なるほど、面白いんじゃないかなと思います。広陵高勝の試合を見に行こうと思ったら15日の中央体育館で見れるわけですね。そうですね、時間は11時40分、はい、うん、これちょっと楽しみですね。そうですね、あ、なるほど。あとは、まあ、本山南は割と硬いような感じやけど、はい、北神戸、はい、前年度、ね、ずっと優勝してた北神戸もなかなかこの間の市民大会も、かなり上まで上がってきてましたんで、そうですよね、うん、そういう意味では最後のまあ総決算なんで、ある程度こう神戸市を何回か戦って、はい、ここに勝つにはこうっていうやっぱり監督の方もいろいろ考えてらっしゃるし、レベルアップもしてくるやろうから、まあ、最後の大会そのシードが絶対硬いかっていうと、はい、やっぱこれは勝負をやってみんと分からないですし、そうですよね、あとこういうのやっぱり怪我やったりとかね、主力でやってた選手がいなかったりとか、やっぱりその時の体調にもよるんで、その辺はもう絶対勝てるとかっていう保証はないんでね、その試合も、ね、北神戸強いですよね。去年も県大会決勝まで行って加古川中学の決勝争ってましたけど、はい、いいゲームしてましたけどね。今年の、この間の市民大会もかなり、まあまあ最終第3次が勝ったんですけど、やっぱりかなりレベルアップしてきてるんで、どこも油断できないですよね。どうなんですか、その中学校ってその練習時間でしっかり取れてるんですか。いや、それはまあ高校とかに比べるとやっぱり部活動なんで、はい、最近はこう、まあ、学校によってはちょっと、まあ、うちの第3次もそうなんですけど、ちょっと延長練習を、まあ、30分やったり1時間やったりとかっていうのもやっぱり保護者に全部手紙を出して、はい、あの通常ではやっぱり5時に出ないといけないとかっていうところを延長練習がしたいです、大会前なんでっていう親の了解を得ないとやっぱり学校としてはできないっていうのもありますし、けどまあまあその体育館の大きさにもよると思うんですね。2面取れるところは、あのまあ、そうやってオールコート使えたりハーフで練習したりとかってもありますけど、当然バスケット部だけじゃないんで、そういう意味ではもう1週間含めて全部1面使える学校もあれば、ハーフしか使えない、下手したら1日おきしか体育館が使えないっていうところもあるんで、そこはやっぱり学校の顧問の先生が力入れてたりとか、学校側が協力があったりとかっていうのももちろんあると思うんで、まあ、それに比べてやっぱ高校とかに比べると練習時間はもう数段短い、そうでしょうね、短いでしょうね。
でましてやその学校中学校によってまた練習の濃さが違うっていうね、うん、時間のそのかけ方費やし方が違うっていうのもね、うん、いろいろ差があるんですね。けどまあ僕らの中学校の時に比べるとやっぱりもう高校もレベルアップしてるもやっぱり中学校もやってることのレベルアップはすごく感じますよね。まあ体格とかやるプレーの大きさ速さとかって比べちゃうとやっぱそれは高校生の方が数段速いですけど、やろうとしてるところがやっぱり力入れてるところは中学校でえここまでするのっていう動きをやっぱりしたりとかしてるんで、セットプレーやったりとかね。だからそのように考えると中学校もかなりレベルアップしてるんじゃないかなって。でもその学校の変なルールも嫌ですね。もううちの娘の学校は白ベースのバッシュしかダメ、あソックスも白しかダメで、移動は全部体操服って決まってて、うん、でそれがね神戸市全部の高校や中学校やってるんやったらもうそんな変なルールって思いながら納得できるんですけど、あまあオブ中学校のローカルルールであったりしてね、うん、なんだその変なルール、まあ、けど一つはこう顧問の先生がやっぱり今僕らの時代からしたら T シャツ作るだけでもすごいことが、やっぱりデイバッグ作ったりとか、はい、逆に言ったらその冬場であったりとかするとスウェット上下作ったりとかっていうのが顧問の先生が好きでこんなん作りませんか、でまあ保護者の方にもこう聞いたところ、あじゃあ揃えましょうっていう全てが合えばできるんですけど、やっぱり一人でもいやそこまではもう中学校ではいいですわっていう親が一人でもいればやっぱりそれは成り立たないこと で、うん、その子だけそしたら着ないというわけにはいかない、で基本的にはやっぱり体操服、で、カバンもやっぱりそういう学校のカバンで行って、まあ、T シャツ作ってるところはもう最近は多いですよね。僕がね、思ってるのはね、その T シャツ作らなくて別にいいと思うんです、白のポロシャツとかでも、なんで白か僕もちょっとよくわかんない、白が好きみたいなんで白のポロシャツとかは OK とかね白の T シャツなら OK とかね、そんな風になんでそこ芝って何になるんですかっていう風紀が乱れるとかね、なんか言いそうじゃないですか、そこで風紀が乱れるとこみたいな、そこがもし風紀が乱れるということを理由にしてるんだったらすごくナンセンスやなと思ったり、だバッシュ黒がダメとか赤がダメの理由が風紀が乱れるっていうことやったら、で実際ねその理由が聞いてみたいんですよ、本当に一体 何を考えられる風紀ですか、理由なんてないじゃないですか、なんて理由なんてないんじゃないですか、なんとなくそうした方がいいっていうような感じでやらしてんじゃないですか、もしそうなら今すぐ撤廃しろって言いたくなりますよね。本当ですよ、あの僕ねその例えばよ髪の毛金髪ダメっていうんやったらちょっと分かりますわ、分かります、まあ、それでも僕はちょっと反対派やけどね、はい、もう今や日本島国やけどいっぱい外国人来るじゃないですか、はい、金髪ダメって言われてる中学校にね一般で入ってくる金髪ナチュラルな女の子とか男の子はそれ聞いてどない思うやろうなって思ったりするんですよ、はいはい、でそれはほんまの風紀の乱れで金髪にしてたりねちょっと派手やなっていう判断がいろんな人から見てやったらこう自然やけど、はい、そこ個性奪ったらあかんやろってそこまで僕は思っちゃってる早いからちょっと極論なんですけど、はい、まあ、それをのいたとしてもバッシュ赤がダメっていう理由とかね、はい、それがほんまに分かんないんですよ。今日よく聞くのが、はいはいはい、部活動だからっていう言葉をよく聞くね。部活動だからその赤がダメな理由っていやだから分かれへんでしょ、はい、分かんないけど頭から言われるのが、はい、部活動だから部活動だからっていうのをすごくよく聞く。いや部活動やから色がダメなのっていうことを突っ込んでまでそこの担当の人に話を聞いたわけじゃないからあれなんだけど、結局はそういうことを例えばまあ子供たちのことを思って良かれと思って、はい、まあ、みんなでそういうまあ T シャツ揃えたりとかっていう気持ちはもうこう盛り上がるじゃないですか、はいはいはい、やっぱり体操服でやるのももちろんそうやから T シャツ着たら強なんのかって言われてしまえば別やけど、そういう気持ちの上でやっぱりこう一体感を持つというか、ちょっと違うんですよ佐野さんちょっと違うんですよ僕はねその体操服じゃあおかしいよだから T シャツをみんな作って揃えようじゃないんですよ、T シャツでいいやんっていうことです、あの何でも白の無地でいい、そうですそうです、無地じゃなくてもいいじゃないって僕は思うんですけどね、もう無地、無地も奇妙ですよ、無地の白なんて縛ってね、体操服の代わりに無地の白 T シャツ全員着てるなんて個性もなければ何もない、なんか軍隊みたいな、別にその移動に使う服ってそのむちゃくちゃなことすることなければいいんじゃないかなと思うんですよ、全然でむちゃくちゃなやつ絶対するやついると思うんですよ、まあ子供やし若いから変な派手派手のね、めちゃくちゃ目立つポロシャツ着てきました、それ人間的に言ったらいいでしょ、ちょっとそれは
派手すぎるやろって言って、ちょっとお父ちゃんお母ちゃんと相談して、もうちょっとなんか他にないのって、何でもええねんからって言って、それをわざわざ買うなんて言ったらお金も経済的にかかることやから、そうなんじゃないと、ある中で普通の T シャツあるやろっていう常識的な話で多分できると思うんですよ。でしかもその時にその場で言って、その日はしょうがないよ、でもまあ次来る時に普通の格好してきたらよしよしでいいんじゃないかなと思う。それができないってことはもうコミュニケーション取れてないってことじゃないですかね。いや僕先生じゃないからね、先生をこの場にゲストに呼んで話聞かせたら、岸さん何言うてんのというようなことがあると思うんで、それを逆にその反論をすごく聞きたいんですけどね、今んとこ見当たらないですよ。変なルールやなとしか。いや僕もね一回ね、はい、そのまま対三次側のだけの話をすると、あの一回デイバッグの話があったんですよ、カバンを、で、あの、まあ、結局はなくなったんですけど、はい、僕が言ったのはその普通の通学カバンって、まあ、ボストンバッグみたいなやつが、はい、練習行ったりとかするときは、まあ、持つわけなんです、まあ、そこに荷物を入れるじゃないですか、でそれがちょっと遠くなったりとか、はい、冬場とかやったらこうスウェット今上下揃えたりとかして、はい、荷物が多くなるんで、はい、そしたら学校の補助カバンって2つ持つんですよ、はい、じゃあそれやったら両手が空くデイバッグを1つでやる方がいいんじゃないの、はい、安全面を思ってって言ったけど、はい、学校側としてはその2つのカバンを用意してるから、はい、さらにもう1つカバンを揃えるっていうことは言えないですって言われて話が来た。なるほど。でもその裏にはちょっとお金がかかるっていうのもあるんじゃないですか、まあ、それはもちろん例えばそこにスポンサーがいてメンバー分全員分の、リュックサックを作ってくれる、商店の八百屋さんもありますと、すっごい熱烈に応援してくれてはるから、それは提供を受けたいんですけどどうでしょうかっていう話になったら、またこれ、まあ、話ね、もしかして変わるかもしれないですよね。やっぱ作るのはちょっと難しいかもしれないですよね、そう考えるとね。まあ、けどまあまあそういう話だけを、まあ、親同士すれば、いや買えばいいんじゃないのって言えば親が大半なんですけど、まあ、まあそれは中には家庭の事情があって、いや部活動だからそこまではとかっていう親もやっぱり一人いれば、はい、やっぱその部活動の中で言うと一人でももう反対っていう意見があれば、あれはもうちょっとできないんですって話が何回も潰れちゃって、そうですよね。ああそうなんや、まあまあそんな言われて別に無理に作る必要もないしっていうことでやってますけど、なんかその辺がちょっとこう温度差って言うんですか、が残念なとこかなっていうのは。そうですね、これ個人になっても縛るっていうのはまた面白いですね、面白いっていうかもう僕から言わせてすごい滑稽なんですよ。白の罰則じゃないといけない理由、黒はダメなんですかね、赤はどうですかとか聞きたいですよ ね, ね、で白でないとかしら、まあ、それはやっぱり学校の例えば通学の、はい、靴にしてもそうやし、靴下でもやっぱ白でしょ、はい、そこにやっぱり引き継いどんちゃいます、やっぱそっから来てるんですよね、部活動もやっぱ白でないといけない、そこが色がダメだとか言われてしまうと、そうじゃあなんで白がダメなのって突っ込むとどう答えが返ってくるの。神戸市全域でね、学校白靴っていうのは神戸市全域で多分決まってるんですよね、それは神戸市全部で決まってますと、でどっから話が出たことでこういう風になってますっていう筋道が立ちそうじゃないですか、うん、あの部活動内でバッシュ白しかダメって娘が言われているそのオフ中学校部のローカルルールはこれに従わなあかんんですかっていうね、どういう経緯で、まあ、部活動っていうのはもちろん学校の中においてのその教育活動の一環っていうのもあるやろうけど、はい、そのまたそれは別のような気もするんだよね、ほうその色との問題どうのこうのっていう、はい、となると、まあ、まあその学校でいうと学校長の絶対こう権力というか、はい、あとはまあ顧問の先生の力やったりとか、はい、顧問の先生の好みっていうのももちろんあるやろうから、逆に言うとそこを口説いていいですよって言ったらじゃあみんな自由になるっていうことですよね。どう思うんですか、だって他の学校いろんな場所入ったりする学校あるじゃないですか、中学校、実際まあ大三寺の顧問の先生も変わってから新しく T シャツ作ったりとかもしますし、はい、顧問の先生自身も自分の顧問用みたいな大三寺のポロシャツ作ったりとかもしてますんで、まあ、一番はやっぱり顧問の先生がそういうことが好きであるっていうことと変えたいっていうことを学校側が認めてくれるかどうかっていう、そういうプロセスみたいなのはあるかもわかんないですけど、キリさんどう思います？いや結構それ熱い話ですけど自分はキリさんと同じでどうでもよくないって思うんですけどね、自分じゃなくてもいいやんって思ってますけど、けどやっぱり子供らの気持ちもというかテンションも上がるし、やっぱり見ててね、やっぱ揃えてるチームももちろん県大会といったらあるわけですよ、はいはいはい、じゃあやっぱりね強く見えるんすよ
よく見えますね。なんかバシッと揃えて、こう、まあもちろん一体感もあるんだけど、やっぱり今風のこう、色がね、カラフルであったりとかね、はいはい、目引くわけですよ。なんか強そうに見えるわけですよ。ちょっと、パイセン、パイセン、ちょっと言っていいですか。何度も言いますけど、揃えるのと、僕の、個人個人の、この色のねあれはちょっと別の話ですよ。別の話ですよ僕が個人を縛るその靴下の色とかシューズの色を縛るのが僕分かんないですよ。でこれね逆に T シャツ先輩がね井上さんがおっしゃってるみたいに T シャツ揃えましょうジャージ揃えましょうっていうのは僕逆にそれはちょっと難しいんじゃないかなっていう派の意見なんですよ。それはやっぱりねつい今日お金を払うことができない親をすごい追い込んじゃうんじゃないかなと思って、うん、でその子供を通じてねお母さん明日ちょっとみんなで作ることになったからって勝手に決めてきて親に話して明日で出せない家庭もあると思うんでね、うん、でそれ子供もかわいそうやしだからそういう意味では中学校がいやそれは一人でもダメって言われたらそれやめましょうっていう意見は僕はもうもっともやって思う派なんで、うん、だからちょっと先輩と違うかもしれない。それとは別に個人的に靴下を色をね、ね、靴下は白じゃないとダメっていうのが教育委員会が言ってますとか神戸市全部がそうしてますやったら僕すごい納得なんや変やけど全部決まっとんかと、まあ、しょうがないねってなるんですけどこのローカルルールでもう娘の中学校だけが縛られてる靴下の色とかバッシュの色とか白で揃えましょうということなんちゃう白しかダメなんですか白ベースまあ揃えましょうなんですかねだからその白しか絶対ダメっていう意味ではなくて、はい、白で揃えましょうっていう意味なんじゃないなるほどだからそれがそしたらなるほど佐野さんなるほど赤やったら赤で揃えましょう、はい、例えば、高校でもチームカラーがあるじゃないですかありますありますで中学校で例えばユニフォームに使ってる色っていうのはある程度こうチームカラーやったりとかするわけじゃないですか、はいはいはい、そのチームカラーの罰則ではダメなんですかっていう案は通らないですかね通りますねそれを全部、まあ、靴下は絶対買うわけじゃないですか、はい、別に白だけが特別安いわけでも、はいはいはい、普通の靴下を履いてるわけでもなくてやっぱり罰則をもちろん履いてるところがほとんどであって、うん、それが白で統一しましょうっていうだけの話でじゃあチームカラーの例えば赤やったら、はい、赤で揃えてはダメなんですかっていう案っていうのが通らないその線ですわ佐野さんそれやったら僕すごい納得しますわ、うん、そういう話を一回聞きたいかなと思ってねもしそれ聞いて佐野さんがおっしゃってるようなこと言われるとなるほどって僕言うその心 の, どういうんですかね奥行きもあるんですよだからそれ聞いたらすごい納得白がチームカラーなんやったら白じゃないそうですよね、うん、あ揃えるっていうことですねやと思うそういうふうに思っとこうそうですわ多分大納得しましたすっきりしましたありがとうございましたどうも意見が分かってなかったみたいに、うんはい、で今ちょっと話に出たね今度は女子の、トーナメントの方を紹介したいと思います、はい、1シードがオブ2シードが山田3シードが伊吹台4シードが本山南となってるわけですけれども、はい、これは今のところオブがちょっとぶち抜いてまして、この前の決勝48点差すごいっすよねけど決勝で3点差は、ね、本山南やったかな決勝は、はい、多分ここ今回もオブがいってくれるんじゃないかなと思うんですけど、ね、けどそれでいくと、うん、ここなわけでしょこの間の決勝そうですねということは決勝リーグの一発目で市民大会の決勝の相手がやるってことですか？いや、わかんないです。ですね、この前は、イブキタイだったと思うんですけど、本山南と大揉め、山田やったかな？山田だ。山田と本山南が、もう1点2点のゲームやってるんで、これもわかんないですよ。ただ、決勝レベルとなると山田、本山南がちょっと2位、3位ぐらいの力あるんじゃないかな。4位にイブキタイぐらい。にこの前のね僕の拙い情報ではそうなんじゃないかなと思うんですけど、はい、オブはちょっとやっぱ神戸市ではぶち抜いてるのかなっていう感じはしますね。なんといってもエースに流行った美桜ちゃんエースがいるんで、はい、まあ、彼女をね実名で言っちゃいましたけど、うん、もう本当名誉なことなのでこれ言いますけど本当にいい選手いるんですよ、うん、彼女中心に組み立てるような、まあ、すいません拙い情報で以上で す, 以上です、はい、次行きますよ次、はい、キリさんキリ箱来てる？キリ箱紹介してください。来てます。はいはい、今日はですね、うん、
まあ、中学生の息子がいるみたいで、はい、まあ、これも匿名希望の兵庫県の方でなんですけども、ゴムボールと革ボールについてなんですけど、うん、まあ、外でやるときはやっぱ革ボールがいいのかゴムボールがいいのかっていう質問が来てます。じゃあ誰から答えていくの？佐野さんから聞きたいですね。はい、あ、ゴムボールがいいのか革ボールがいいのかっていうのはどういうふうにいいっていう意味で、安全面、それとも、安全面ではないですね。あの、まあ、消耗劣化とかそういうのも考えたり、はい、外でアスファルトで練習したいみたいなんですよ、ドリブルの練習とか、はい、その際に革のボールでやった方がいいのか、それともゴムボールでやった方がいいのかっていうのは、まあ、試合とかそういったゲームのことも考えたら、はい、ゴムボールだとやっぱり感覚が違うじゃないですか、ちょっと。なるほど、うん、だけど外でやるとなるとやっぱりどのボールがいいのかなっていう質問ですね、うん、だから強度でいくとやっぱり革ボールを外で使うと痛みはやっぱり早い、はいね、ゴムボールの方がやっぱり強いは強いと思うんですよ。ただその ドリブルやったりとかそういうハンドリングを練習する上で、うん、手に、はい、手に対する ボールの接地面での感触っていうのはあからさまにゴムボールと革ボールでは違うと思うんですよね、はいはいはい、違いますね、はい、でもちろんそのシュートを打つんであれば重さっていうのが一緒なんかっていうのがわからないんで、ゴムと革が、はい、だからそういう面でいくと消耗を考えるとゴムボールなのかもしれないけど、練習を考えると僕は革じゃないかなと思いますけど、はい、なるほど。当然まあ革を扱うにしてもあのはい、体育館の床でやるのと砂利道でやるのと、はい、コンクリートでやるのとではやっぱり跳ね方も違うでしょうし、はい、それを言い出すと遊びの感覚でバスケットを楽しくやるんであればゴムボールや、はい、ゴムボールでいいと思うんですよね、はいはい、あの近所のお友達とシュートを打ったりとか遊びでするには、ただ練習、はい、学校でできない練習を補足として外でやるんであれば、はい、それはあからさまにやっぱりゴムボールよりかは革ボールの方がいいとは思いますけど。なるほど。ちなみに、はい、ちなみにうちはなんですけど、僕はゴムボールはやっぱり突き指したりとか、はい、手の引っかかり感触っていうのが全く違うと思うので、はい、革ボールの古くなったやつ、あ、はいはいはい、をもう外用に使ってボロボロになったらほかす。なるほど。っていう方にはしてますけど。それ分かりやすいですね。はい。それ一番いいと思いますね。うん。ただ雨の時とかもあるじゃないですか、若干そういうのってやっぱり外はゴムボールかなってちょっと思うんですけど。ああ、そうか。その練習する上においてどこを目指すというか、それによると思うんですけどね。なるほど。まあ若干曖昧な部分ありますからね、この質問に関しては。うん、ただどっちがいいですかっていう、いいっていう意味をどういう意味でのいいですかって聞いてるのか、はい、だから外に向いてるのはどっちですかって言ったら、やっぱ外ボールは外に向いているとは思うし、あの学校の足りない練習をあの、まあ、帰ってきてから夜公園でやったりとかする上でどっちがいいのですかっていうと、やっぱり練習っていうのを考えるのであればボロボロになっても革ボールかなというのがありますけど。なるほど、なるほど。僕の意見はそれぐらいです、すいません。いやいやいや、全然その通りやと思います。まあ、岸さんもそんなとこですよね。いや、僕はね、すっきりさせますよ、これは。お、これ僕ね、ちょっと自信あるんですよ。はい。あのね、これ2つに話を分けます。1つは外で練習する場合、これはゴムボールです。はい。で、中で練習する場合、これカーボールです。これはっきりしてるんです。そうですね。うん、そうなんですよ。だから外で練習中心の時はゴムボール買ってくださいと。で、中で練習するときはカーボール、はい、まあ、要するに2つボールが必要で、外と中使い分けましょうということなんですね。で、はいはい、その絶対にしてはいけないのは、中でゴムボールを使うことは絶対避けましょうということなんですね。なるほど。まあ、理由がないというのは一つなんですね。佐野さんおっしゃられたように、そのボールの感覚、ボールの重さ、それから爪のかかりなんかもう全然違うんで、絶対中でやるときはカーボール。だってゴムボール使って試合することないじゃないですか。なので絶対理由がないので、中でやるときはカーボール使います。そしてね、もう一つね、あの中でゴムボール使ったらいけない理由は、滑らないことです。あのね、はいはい、事故起こるんですよ。なるほど。例えばボールが落ちててルーズボール行っても、ボールめっちゃフロアにグリップしちゃうじゃないですか、はい、でボール踏んじゃっても、やっぱり、ね、踏んで捻挫することってやっぱあるんですよね。例えばシューティングしてて、一人ゴムボール使ってて、そこにたまたま拾った
人がゴムボールを踏むのとカーボールを踏むのとちょっと違うんですよ、はい、なんで室内で、ゴムボールを使うとグリップしすぎてめっちゃ危ないんですよ。ルーズボールをかけてもボール止まりますからね、はいはい、体滑ってんのにボールグリップしてるみたいな、はい、まあ、そういう理由で、中では革、外ではゴムっていうことです、はい、で逆に外で革なんて使うと革ボロボロになっちゃうんで、はい、もう単純にそういうことです。いやもうスッキリじゃないですかね、うん、それ、まあ、肝はグリップ、中でゴムボールを使うとグリップしすぎちゃうので危ないっていうことです。はい、これですね、以上です。あとね、もう一つだけ補足、はい、いいですか、はい、ボールでうちにも一個あるんですけど、はい、エナメル状のつるっとした、ありますね、皮なのか合皮なのかわからんようなやつ、ボールあるの知ってます？あります、ありますね。あれね、アウトドアって書いてますよ、はい、あれは外よってことなの。外でも行けますよって的な、外でも行けますよ、中でも行けますよ、やけどやっぱり僕ね、一番大事なのはシュートの時に、これね、知らない人に僕ね、よく子供たちにも教えたりするんですけど、シュートってすごく繊細で、最後に爪のかかりって必要だと思うんですよ。でそれがやっぱりその何て言うんでしたっけ、ボールハンドリングを曲芸みたいに見せる人、あ、いますね。あれ何て言うんでしたっけ、夜中クラブとかで東京の方やったらやったりしてるよね。はいはい、あのハンドリングを見せる、背中の方にくるくる回したりとか、そう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 、ああいう人が扱うボールっていうのはほんま競技用じゃないんで、うん、やっぱ爪のかかりとか全然違うんですよ、滑るんですよ。で実際それ知らずに買ってやってる人いるんですけど、やっぱりね、本当にシュートをそこでやっちゃうと、もう本当の革ボールで爪がかからないというか、かけ方が分かんないというか、どれぐらい爪がかかってシュートが入るとかもう分かんなくなっちゃうんで、だからそこはやっぱり本当の革ボール使わないと、まあ、外でも中でもいけるようになってますけどね、あれ便利ではあるようで、やっぱりそんなに僕は良くないなとは思ってるんですけどね、うん、競技用としては。それをボールハンドリングなんかするんだって言って、みんなの前で見せるんだって言って練習するんやったら、外でも中でも痛まない、あのボールは長持ちするでしょうね、おそらく、うん、あれなんて言うんだったっけ、あの極限みたいなやつ。知らん、いや名前まで分かんないですね。でも言ってる意味は分かるやろ。分かりますよ。うん、あのつるんとしたボールあるやん。はいはいはい、うん、つるんとしてなくても、あの競技用の同じ色形してて肌触りが違うやつあるやん。多分佐野さんおっしゃられてるのそのボールのことやと思うんだけどね。確かにうちにもあるんですよ。ああ。それにアウトドアって確かちょっとこう感覚的にねっちょりした感じで、そうそうそう、埃とかちょっとつきやすいような感じのやつですよね。わかりますわかります。あれも異常に手にグリップしますね。そうそう、グリップする。はい、あれもやっぱね、感覚はやっぱ違いますよね。ただ屋内で使っても滑るし、まあうまいことできてるんかな、うん、もうちょうど間みたいな、ね、だからまあその間ぐらい、はい、ゴムと革の間ぐらいのやつなんです。まあ、それをしっかりキリさんが調べて、はい、その切り箱の方の質問のこういうボールもあるっていうことで、はいはいはい、これでスッキリされますかっていうことを確認してもらったら一番いいんですけど、その質問の内容がね、実際その、はい、必ずいいのかとかっていうのじゃなくて、どっちがいいですかっていう質問やったら、今言ったような意見の、そうですね、答えになっちゃうんで、はっきりスッキリはできなかったかも分かんないですけど、けど質問された人は、いやそういうことなんですって思ってるかも分かんないですし、それはスッキリしていただいたんじゃないの、スッキリ君。スッキリしていただいたと思いますね。この回答をまた聞いていただいて、お返事いただけたら嬉しいね。以上ですか？以上でしょうか？以上ですか？以上です。でね、キリ君ね、はい、すっきりしていただいてまたメッセージもらえたらって今言いましたけど、このメッセージのやり取りっていうのがね、どうしても Facebook に今までなってまして、はい、Facebook 上でやり取りするとどうしてもこの Facebook の友達とかになっちゃうんですよ。はいはいはい、不特定多数じゃなくて特定多数になっちゃうんですよね。僕らの友達身内周りばっかりで話しちゃう、はい、この度ね、ツイッターっていうのをオープンしました。バスケットークラジオにね、ついに佐野さんツイッターができました。でこれはね、もうフォローしたい人は勝手にフォローしてくださっていいやつでございます。はい、で、例えば切り箱なんかの募集ももうツイッターの方に上げてもらう、もしくはもうダイレクトメッセージでいいので、はい、ツイッターに入れていただくとバストロスタッフ全員に見れるようになって出ますんで、はい、あ、全員じゃないね、今のところはキリさん、フジモンさん、僕だけかな。なるほど、うん、そうですね、が見れるようになってるんで、もうツイッターの方にダイレクトメッセージでスッキリしたいんですっていう、でこれが匿名でいいのか本名でいいのか、ハンドルネームがいいのかを書き添えてもらって、質問してもらえれば僕らが対応できるような体制を作り
ましたのでございます。だからツイッターでねバスケトークラジオを検索してもらうと出てきます。はい。なお例えば切り箱、まあ正式名称キリギリスキリ質問箱なんですけれども、はい、切り箱に質問をしたい人はハッシュタグ切り箱でお願いします。切りはカタカナで箱は箱っていう感じでお願いします。切り箱っていうのをハッシュタグで入れてもらえると、質問の最後にハッシュタグつけてもらうと、みんなが確認できるようになるんで、はい、ハッシュタグカタカナ切り、それから漢字箱箱でハッシュタグ切り箱で、はい、ツイッターの方で切り箱を受け付けたいと思いますんで、これからねどんどんこういう風にして切り箱を発展させていきたいなという所存でこのツイッターをオープンさせたわけでございます。素晴らしいです。うん、これを皆さんにね紹介したいんで、またツイッターの方も見てくださったら、まあ、キリ君のプライベートであったりで僕やそれからフジモンのプライベートなんかね垣間見ることができるようにしてますんで、はい、まあ、日常のたわいもないことなんかもキリ君挙げてもらったら嬉しいです。わかりました。はい、よろしくお願いします。でちなみにですね、ツイッターオープンしまして3秒ぐらいでですねもうフォロワーさんがポンとつきまして、はい、今作ったばっかりで画像も上げてないのにオープンしたところで誰やと思ったら広瀬さんってね、はい、まあ兵庫県の西の方でね、精力的にバスケットを、啓蒙されてから、はい、ご自身でもチーム持たれてやられてる方がフォロワーになってくれまして、はい、第1号のフォロワーは広瀬さんでしたということをぜひ言いたくて、ここで発表させていただきます。大体ね、はい、オープンして3秒ぐらいでしたね。早いですね。早かったですね。キリ君はやられてるよ。キリ君は 2番目でしたね。そう、2番か。2番でしたね。しかも遅れずいぶん取ってましたね。10分ぐらいしてましたからね。あとは、ハッシュタグバスケトークラジオ、これ全部カタカナですね、ハッシュタグバスケトークラジオなんかでみんなちょっと思ったことつぶやいてもらったり試合の状況なんかを、発信してもらって最後にハッシュタグバスケトークラジオなんてつけてもらってつぶやいてもらうとこれみんなで共有できて非常に楽しいことになるんじゃないかな。でユーザーさんと、まあ、リスナーさんと僕らパーソナリティが双方向にこうやり取りできるツールになり得るんじゃないかなという可能性を感じておりますんで、ぜひ、はい、ハッシュタグバスケトークラジオをつけてみんなやってほしいですね。うん、これがそうです。今ね佐野先輩がちょっと遅れた、キリに負けた。開いてもらってるんですけれども。12番や。まだ12人ですから早い方でございますよ。12番や。はい。何よりもキリに負けたんだけど。佐野さん12番ってことは自分2番なんでやっぱり2がつながってますね。全然フォローなってないそれ。で、さて次いきますよ。はい。僕の Facebook の、友達になってくれてる人は見てるかもしれないんですけど、僕の同級生でね、はい、ALS っていう難病にかかってると岡本浩一くんという友達がいまして、はい、その友達をこの前もね、僕の同級生の別荘に遊びに行きましてね、一緒に。はい、で、アイスバケツチャレンジ。まあ、数年前にね、流行ってみんなやってましたけど、はい、もう僕らはね、身内というかね、もう友達身内にそういう ALS に本当にかかってる子がいてですね、これはもう流行りとかそんなんじゃねえぞと、俺たちは絶対続けるんだって言ってね、未だにずっと毎年アイスバケツチャレンジやってるわけなんですけれども、はい、彼がですね、その ALS 啓蒙 T シャツ作りまして、第2版第2デザインが上がってきてるんですよ、はい、でこれがね実はリスナーさんだけにちょっとお知らせしますと明日リリースされます。でビッグモッツ、大きいモッツ、ビッグモッツっていう検索キーワードでかけていただくとアメリカンカジュアルウェア屋さんのウェブサイトに飛びます、はい、その中でその ALS、 それを ALS をもじってね Always Love and Smile っていう風にこうもじってるんですけれども、はい、ALS T シャツの新しいニューバージョンがリリースされてますんでそこでお買い求めいただくことができますのでここで宣伝させていただきたいと思います。はい、うん、同級生がね ALS にかかってねもうかれこれ何年かな10年以上になるんだけどもうすごく頑張っててね、はい、うん、みんなに知ってもらいたい僕の親友でございます。ぜひぜひ、はい、これを聞いたリスナーさんはビッグモッツを検索していただいて一回見てもらえたらなということでございます。まあ、キリさんね、はい、アイスバケツ使ったのとだからね、はい、そうよ、アイスバケツもやってよ。もちろんやります。うん、もう年1回じゃないからね、うち年2回ぐらいやってるから。わかりました。春先と夏とお願いします。
それからポンポンまた話題がねバスケに戻りますけれども、キリさん先輩、3×3 がおいオリンピック競技に採用されましたね。マジっすか。マジっすよ。すごくないっすかこれ。早くないっすか、なんかそこまでねえ。なんか今までやったら 3×3 をオリンピック競技へみたいなね、啓蒙大作戦みたいな、みんなこう頑張ってやってたわけですけれども、ついに採用されましてオリンピック競技になりましたよ。これなかなかあの普通の本場のバスケットよりか 3×3 の方が上に行っちゃうってことはないですか。いや分からないですだってその見やすいですし分かりやすいですから。あの僕は可能性として本ちゃんサッカーと、フットサルみたいな位置じゃなくて、こうもしかしてバスケってルールが難しいし40分長くねっていう人たちにとっては分かりやすい、入りやすい、分かりやすいで、このフットサルと普通の競技サッカーとの位置関係ではなく、ぶち抜いてバスケっていうのがもっと広がるんじゃないかなっていう可能性感じてるんですけど、いかがですかお二人。けどこれ単純にハーフコートでもうこうオールコートでやってたバスケットをやってた人間からすると、ハーフだと楽じゃねえと思うかもしれへんけど、これ決して楽じゃないですよね。あれ全然楽じゃないですね、はい、実際僕もやってないからやけど見ただけで、はい、これ舐めたらあかんなって思った。そうですよで僕は実はねバスケトークラジオっていう名前でスタッフともくんと、からイクイクラブの一人宮下くんとね、一緒にゼビオの主催するあのプロ 3×3 上に上がったらねそことできるっていう予選に参加しまして、1日目の予選3ゲーム勝ち抜いて、僕応援来ましたよ。あ、来てくださいましたね。来ましたよ。あそこに行ってきましてね、もうほんまバテバテやったでしょ、めっちゃしんどかったです。ただ騎士の3がヤバかったっていう話をしてもいいですよ先輩。ヤバかったよ。面白かったですよ。めっちゃ面白かったですあれは。スリーもやばかったけど、あのバテてる騎士の顔もすごかった。もうほんまにねあれはね、最初は涼しい顔して1戦2戦ぐらいやったけど、もう3つ目なんてね、露骨に僕バテてますって言ってね、大変しんどかったんですよ本当に。でも楽しかった、でね、ギャラリーも結構いててね、面白い感じでしたけどね。あの攻守の切り替えの速さがすごいですよね。そうなんですよ。ゴールコートももちろんまあ切り替えが速いチームもあるけど、あのハーフコートでのあの切り替えの速さにまずついていけなかったらゲームにならないみたいな。そう、もうバスケにならない、ね、それからあのシュート決めてエンドボールで審判がボールを保持して、はい準備できましたね、ボール入りますよって渡してくるわけじゃないんで、あの 3×3 って速攻があるんですよ。入ったら入れられた選手、入れられたチームは自分でエンドを、エンド出なくていいねん、拾ってすぐにどこでもいいねんで、跳ねたボールを拾うやんか、はい、拾って一回スリーポイントの外に出たらもうリスタートできるねん。あれスリーポイントラインのどこに出てもいいんですか、はい、どこに出てもいいんですよ。0度に出てもトップオブザキーに出ても45度に出てもいいんですよ。それと僕らいつも間違えてたんですけど、シュート入ったらそのボールを持って一回エンドラインを割ってリスタートしようとするんですよ僕ら。ほんならそれ注意されましたね。それ次したらアウトオブバーンズですよ。で僕3回ぐらいやって3回目にアウトオブバーンズ吹かれましたと。だからシュート入ったらコートの中でボール拾ってすぐに、スリーポイントの外にパスするかドリブルでスリーポイントレーンの外に出たらもう振り返って攻めていいんです。それをそういう意味ではもう 3×3 のそのルールやったりとか、そういう展開をまず体で覚えないと、はい、僕らこう5人でやってたバスケットがこう体に染み付いてるじゃないですか。はい、だから必然とこうエンドライン出てしまったらあかんってことでしょ。エンドラインリスタートはね癖ですよ。キリ僕たち無理だわでね、体が反応してしまうのがね、そのシュートが入ったら、はい、慣れてるやつらはもう入ってボール、僕があシュートのリムを通ったボールをパッて持った瞬間にパクリに来るんですよ。なるほど。だからなんかプレッシャーかかってるから、まずはエンドラインの外に出て誰かのカウンターもらって、はい、みたいなこと考えるじゃないですか。はいはい。そうじゃなくてエンドラインに出たらアウトオフバーンズなんですよ。そこの切り替えまず難しいな。慣れなかった。あれ3回も4回もやる俺の気持ちも分かってねはいはい。まにちなみにどういうルールなんですか、時間なんですか。時間と得点ですね。時間と得点と言いますと、得点何点取ったら終わりなんですか。21点取ったらノックアウトって言ってそれで終わるんですよ。はあ、コールドゲームみたいな。そうですそうです。例えば19対21でも21点取ったらその時点で終わりです。
なるほど。それと時間が何分やったか忘れたけど10分もなかったと思う、8分とかそんなんやったかな、はい、うん、そんなんやったと思うんだけど、その間に21点取った方が勝ちで、まあ、ゲームセットになる時間が来た時点で勝ってるチームが勝ち。なるほど。これ交代もないんですよね、うん、もちろん交代あります。4名1チームなんで、僕らの時は3名1チームやったんで交代なかったですけど、なるほど、4名1チームなんで、1人交代要員として置くことはできます。でも今のタイミングだったらどうやって交代するんですか。交代しますって審判に言うんですよ。あ、なるほど。要するにファールが発生した時とか、はい、コートからボールが出てサイドスロー相手ボールに、自分のマイボールの時に交代しますってボール抱えて、もうプレッシャーずっと来るんで、うう、ボール抱えて交代、交代します、交代しますって言ったら交代してくれます。ダダコネタコネタ。僕もその辺詳しく分かんないわ。僕もっていうかバストラチーム全員ね、 3×3 に慣れてる子じゃないから、どうやって交代するのとか言って相手チームとかに聞きながらやったりしましたけどね。なるほど。これもちろんタイムアウトもないんですよね。あります、あります。タイムアウト1回取れます。へえ。キリやっぱり100分は一見にしかずで、やっぱり1回見に行かなあかん。いや、100分は一見にしかずでやらないとダメです。いやいや、やるのは見てから考えた方がいいと思う。本当に激しいから、ほんまに。で、あとね、ファールがほぼないっすね。チャージングもないし。だから 3×3 で勝ち、ほんまに勝ち抜くんやったら、まあ、あの、JBL 上がりの、すごいガタイのセンター、青野みたいなセンターね。はいはい。あんな一枚いたら、もう相当上までいけると思いますよ。あと、あれ、ファールがあまり吹かれない。もう、相撲です、相撲。僕ら相撲って言って、バカにしてましたもん。バカにしてる言ったらおかしいけど、もう、あそこで相撲が取れないと、試合にならないです。なんか同じバスケットと考えたらあかんってことですね。でも、もう全然別に。3×3 っていうバスケットやわね。そうです。そのルールを頭に入れて体で覚えると、うん、ちょっと同じ感覚でやっちゃうと全然あかんってことですね。そうですね。経験があっても。はい。あと大学とか、まあ、実業団でやってたから、シュートが入るのかって言ったらそうでもなくて、ボールの大きさちょっとちっちゃいんですよ。6号だ、今女子が使ってるようなボール、あれのしかもゴムボール。あー、なんで、まあ、シュートにもうよっぽど自信があるって言っても、競技バスケやってる、5対5のバスケやってる人が いざ勝ち抜くんかって言ったらちょっと怪しい。なるほど。うん、すんごいボールハンドリング良くて、ものすごいオーバーのシュート打ってる子いっぱいいたし。あー、うん、YouTube とかにも結構上がってるもんね。上がってます ね、はい、よっぽど打ち込んどかないと、あんなシュートぼっちょぼちょね、 3×3 でめっちゃ入ってる子いるけど、あんな子ってもう それ専門でシューティングしてるはず。なるほど。うん、そうでございました。面白かったですよ。そうか、先輩見に来てくれはったんですよね。行ったよ、応援しに行ったよ。ハーバーランドにね、しょぼいおじさんバテバテグループのバスケ。いや、それけど初めてそれで 3×3 っていうの知ってたけど、そのルールまで知らないし、やっぱりその生で見ることもなかったから、うん、もう舐めたらあかんわ、もうぐらいねえ、上手でしたしね、みんな早いし。そんなんで 3×3 がオリンピック競技になってますんで、これまた楽しみでございます。最後になりましたけどね、はい、あの、僕最近便利グッズをちょっといろいろバスケでね、はい、ないかななんて、バストラで紹介できひんかななんて日々アンテナを立ててたわけですけれども、ついに見つけまして、はい、ここで皆さんに私のお気に入り便利グッズを紹介した。これみんなね、一個ずつぐらいちょっと紹介してよ。ん？便利グッズ？あればあればよ、あればね。僕はちょっと常バスケ知識がない分、うん、便利グッズないかなと思って探してたんですよ。これ便利グッズだ、はい、バスケに関連する便利グッズ。そうです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 。私の一押し便利グッズ発表させていただきます。ブルードン、ギャッツビーのバイオコアでございます。あれがね、最近すごい優れてまして、もうウルトラクールとかね、ちょっとマイルドなやつとか、サラサラの粉がちょっと多めに入ってるパウダーとかね、はい、いろいろあるんですよ。で、僕がお気に入りなのは、めっちゃ冷たいやつもあるんですよ。汗びちょびちょやのに、シャワー浴びた後、シャワー浴びるのはちょっといいと思うんですけどね、シャワー浴びてからこうウルトラクールなんかで拭くと、もう後がずっと涼しい。あ、なるほど。エアコンがもうすごい涼しく感じる、車乗った後で。パウダーっていうのはね、僕なんてね、もうほんま おじさんですから、脇とか臭くなるんですよ。バスケもしてないのに、ちょっと外回りで仕事して帰ってきたら、もう脇くせえっつって。そんな時にこそっとトイレで使っていただけるギャッツビーのパウダーっていうバージョンがあるんですけど、はい、ボディーペーパー、これね、すごくいいんですよ。使ってみますわ。うん、これね、おすすめ。
ギャッツビーがいいですよ。なんかね、いろいろこう研究されてるみたい。他にもいっぱいメーカーあるんですけど、ギャッツビーが一番シリーズもたくさん出てて、はい、で、あの聞き方がやっぱすごい涼しくなるし、いいんじゃねえかなと思って。なるほど、ちょっと紹介させていただきました。いい、ね、皆さんあります、はい、夏グッズとかでもいいですよ。なんかバスケの便利グッズとかないか。バスケも最近してないし。あー、そっか、佐野さんもバスケしてないですか最近。あったらええのにみたいな。キリさんないですか。いや、ないですね。でも、かかってもありそうですよね。これリスナーさんにも聞いてみたいよね、一回聞いてみたいですね。えケリさん、今バスケットすることあるんですか。ございませんね。ございませんね。ございませんか。いやけど、まあ監督とかしたらこう熱くなってくると汗もかくでしょ。まあまあ、そんな自分汗かかない方なんで。あ、そうなんよ。顔は焼肉みたいな顔しとんのに、そんな爽やかなんよ。見る感じ、もう見るからに汗かきそうな感じやん。そう。いや、二人とも言い過ぎです。いやいや。恐縮ですって言って、なんかこれが一番似合いそうなパウダーのやつが。そう。まあそんなとこですか。そんなとこですかね。これもうちょっとツイッターが活用できるようになれば、はい、あのハッシュタグ便利グッズとかでね、そうですね、この話題については便利グッズ皆さん教えてくださいと、ハッシュタグ便利グッズでお願いしますみたいなね、はい、が言えたらいいんですけど、ハッシュタグもね、便利グッズっていうハッシュタグをもう使ってる人がいたら他の人と混ざっちゃうんで、はい、事前に調べる必要があるんですよ。なるほど、ね、で今のところ切り箱、カタカナ切りの漢字箱、はい、ハッシュタグ切り箱は空いてましたんで、はい、誰も使ってないんで、切り箱に質問ある人は質問を書いてから最後にハッシュタグ、まあシャープですよね、シャープ打ち込んで切り箱って入れてくれてたら確実に僕ら読めますんで、はい、そんな取り組みをこれからもやっていきたいと思います。本日もお送りしましたのは岸と佐野とキリでした。バイバイ。バイバイ。バイバイ。